皆さんこんにちは、こんばんは。今回は、こちらのフォーマ、ドコモフォーマ、ソフトバンク 3G 用のデータ通信ケーブルの方を、買ってきましたので、開封をしたいと思います。買ってきたところは100円ショップのセリアです。USB 通信ケーブルフォーマー用の105円です。105円だったんですけど、以前までは、こちらの USB ケーブルですね、こちらが700円ぐらいしたと思うんですけど、使っていたんですけど、多分断線ですね、いわゆる断線をしてしまいまして、使えなくなってしまってたんで、こちらのやつが使えないとですね、今携帯電話で撮ってるんですけど、携帯電話で撮った動画をマイクロ SD の方に保存して、マイクロ SD を、のデータをこちらのケーブルを使ってパソコンに移してですね、で、YouTube にアップしているんで、一回一回 SD カードを、携帯から抜いてですね、こちらの以前購入した SD カードアダプターを使っていると、多分そのうち携帯側の方があんまり出し入れをしているとマイクロ SD スロットが、おかしくなってしまうと思うんで、こちらが非常に便利なのでこちらの方を購入しました。で、それでは開封したいと思います。こちらはですね、いろんな画像や動画をマイクロ SD に保存したり、あとは音楽の転送も可能なので、こちらの方を購入しました。はい、こちらですね。伸びるタイプです。以前まで使ってたやつは、伸びないで普通のこのコード状になっているんで、多分、曲げている、よく曲がるこういう場所が多分断線してしまったんだと思うんですけど、こちらはそうですね、あんまり断線の心配は巻いているんで多分ないと思うんですけど、105円なんで、諦めがつくっちゃ諦めがつくんで、買いました。で、セリアで105円。そうですね、携帯で撮った動画を上げている方は、一回一回 SD カードを抜いてパソコンに挿している方は、このようなケーブルがあると非常に便利だと思いますので、100円ショップ、ダイソーさんにはなかったんで、セリアさんの方には、売っていると思いますので、ぜひ購入してみるといいと思います。それでは終わります。